くんじゃねえよ、お前。お前くんじゃねえよ。インポスター、オーマイガーデ。何よかった、普通に。はい。ああ、ナイス、ナイス、ナイス。ちょっとインポスターの人にちょっと1点だけアドバイスしていいですか？はい。え？お願いします。インポスターの人は聞きたいです。お願いします。そう、僕もインポスターなんで。なんか癖とかあるじゃないですか、やっぱり。で、それって1回成功したから、うん、もう脳がもうパチンコ脳みたいになってやっちゃうんですよ。ああ、それで成功したイメージが。そう、そうなんですよ。だから気をつけてくださいねってだけです。つまり夏目先生に投票すればいいってことですか？もうかわいそうだよ。返してる。もうやめようよ。成功体験からインポスターは。夏目先生。うまにおめでとうございます。まず夏目先生をすれば。とりあえず最後に逃げとけば。え、なかったか、あと僕だけですけど、これ。え、夏目先生。夏目先生、チャンネル登録者数2万人おめでとうございます。格変。やっぱゴッド入ったら違えな。激圧。卵さんやめて、本当に本当良くない。大丈夫大丈夫、今回は分かってます。夏目先生分かってますよ。成功体験があるからな。夏目先生分かってください。なんかそのさ、なんで誰も入れないんだ。もはや本人が微妙な反応する流れになっちゃった。これは夏目先生残念がってんじゃないか。甘い甘いプレプレジデント。するか。この辺も読み合いになってくるよな、環境との。じゃあちょっと押させよう。押されなかったら自分で押したい。やばい、これタスクだけ進むな。あーあーああし、エレジーは見てないぜ。見てない。見てない。あれはエレジーを見てないぜ。エレジーさん、左のリアクター直してました。あら。え？あら。何やと？でも、いなくなかったですか、メイヤさんと。テロンさん上がっ、はしご上がりましたよね。二人とも上がったのかな。テロンさんも上がった。僕は見てないよね。僕は見てないでボタン押しちゃったけどね。メイヤさんが後ろから来てたからやべえと思って。ああ。ってことはその押してる間にあのミーティングの奥に行ってとかは無理そうってことですかね。テレジさん多分ね、お左でリアクター直した後そのまま宿舎側行った気がするんですよね。でほぼ同時に、うん、寺蔵さんとミーティングルームに上がり、すぐに寺蔵さんがボタンを押してくれているので、宿舎前、リフトの左、ミーティングの左側まではない、右まではごめんけど確認できてなくて、変更室の真ん中までは俺確認してるけど、そこって左下見えるかぐらいだよね。多分直った後ってことですよね、エレジさんがそっちに行ったのは。うん。ていうか、アルマくんがダウンロードしてたから、多分そのタイミングで降りてきてないんだったら、金庫室とかの方だよね、多分。あれも宿舎前とかまで入ってないですよ。宿舎前の下でダウンロードしてて、でそれが終わった後にエンジンメインの方に行って、そうそうそう、メインで先端さんが左行ってるのを見て、うん、チャゲポヨさんがゴミ箱のとこから出てきたって。うん、そうですね。そうてか、アルマくんとキッチンから、うん、宿舎前まで、まあちょっと僕あのエンジンルームの配線タスクはやってたけど、すぐ上登った時に、うん、ダウンロードしてて、宿舎前の扉が閉まってたので、僕がそこを開けたら左から寺蔵さんが出てきて、そのまま寺蔵さんと一緒にミーティング行ってボタンって感じだったから、うん、見てます。そこでやってるんだったら寺蔵さんがかなり怪しく見えちゃうかなって思っちゃうけど、メインホールで藤宮夏目だったっけ、すれ違ったの俺と。あれ藤宮さんと誰だったっけ。だいぶ序盤ですね。
リアクター投げ始めるでしょ、うん、その後エンジンルーム上上がってってチャゲポーさんとすれ違って、うんうん、メイヤさんがその時に宿舎前ゼロにいたんだっけ、あれで金庫室行って戻ってきてメイヤさんと合流してミーティングルームだったっけ。金庫室は入ったんですか、寺田さん。入りました。なるほど。ちょっとリスク高かったかな。こう押させる時も早めに出してみるか。あ、鳴らすのね。押さない感じこれ。はいはいはい。ベーコインダイヤ。一回チャケポヨさんがエレジさんを見たタイミングはリアクターの後ですか、うんうん、前ですか。リアクター鳴ってる最中。最中。最中左側直しました。で僕右行こうとしてたんですけど、ヌー乗って右行こうとしてたんですけどバグで乗れなくてずっとカチ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 ってやってたら、うん、リアクターが直ったんでそのまま、うん、確か左の方に抜けていってましたね。で僕もなるほど、はい、テラヌーテラさんちょっと一個発言していい、うん、僕はアーカイ、リアクターが終わった後に昇降機の右に入ってるんだけど、その時にヌーがリフトが右にあったんだけど誰か乗ってきてるってことだよね。それしたらああそうなんだ。松山さんじゃない、エレジさんが乗ってる。じゃあ右側のキューじゃない。いね、待って、誰か乗ってる人はいないですか。乗ってない。いないんだったらインポスターかエレジさんだけど、あ一応そういうバグってあります、ちなみに。ないない。左側でずっと連打してたけど乗れなくて。チャゲパイさん視点左側にリフトがあったように見えたって感じですか。あったし、その使うボタンもついてたんですけど、何回カチカチやっても乗れなかったって感じ、ね、僕が見た時は。なかったですけど、左だから多分、まあ、同期ずれみたいな感じ。別の角度からいいですか、別の角度からいいですか。寺蔵さん、金庫室のダウンロードまで行きました。いや行ってないです。真ん中の、宝石には行ってるんで、そこからって映るかな。いやー、いやー際どい、映んない可能性があるから。もし寺蔵さんがダウンロードのとこまで行ってたら、もう右側にレジさんが行ってるってことになるから、うん、俺もほぼほぼそうだと思うんだけどな。はい、寺田さんがクルーメイトだった時は右側の犯行だから、うん、そうだね、寺田さんがその左に行ったわけですよね、リアクター中に。その時いやエンジンルームの上あたりでもうすでに直ってて、宿舎前通路からチャゲポさんが降りてきたんじゃなかったかな。そうですね。で中野アルマさんと寺田さんと宿舎のところで、うん、宿舎エンジンですれ違ってる感じなので。あ、そう、アルマさんかその時。そうですそうです、アルマさんはダウンロードしました。で LG さんが宿舎から下に行ってるはずだったら、その2人とすれ違うはずなので、うんうん、おそらく僕目線金庫に行ってキルされたんじゃないかなっていう、うん、いやー金庫には多分いないと思うけどな。なので寺蔵さんキルかベントキルじゃないかな。先端さんで僕とすれ違った後どこまで行きました。もうはしご下、はしご下でも押されてる。あ、うん、アルマさんに疑われてそうだな。行ったかな。長なるま殺す。あの情報披露。目屋さんいるか。あれ。くんじゃねえよお前。お前くんじゃねえよ。20秒以上前です。20秒前ぐらいにバイタル見たら、ちょうど、その、もうすでにキルされてました。寺蔵、貨物脇でクロムさんが、貨物の奥の金庫のところに入っていくのを見て、ラウンジでメイヤさんとすれ違って、最終シャワールームです。
はい、てかラウンジで僕クロム君とテラゾーさんと一緒にすれ違ってる気がする。場所欲しい、場所欲しい。はい、で場所はラウンジのこれはなんだ、ビリヤード台のところかなの真ん中らへんです。なるほどね。夏目先生は無理ですね。で、アルマップは白、うん、アルマップって橋も二郎じゃない限り絶対白で置いてる。夏目センター無理です。テラゾーさんはその辺にいたんですよね。僕はかぼつ側から来る名屋さんと診察室でちょうど10秒、15秒ぐらい前にすれ違ってるよ。だからめっちゃ怪しい、ね、割と容疑者ですね。あ、寺蔵さんとクロム君が、ほぼ同走してる、ラウンジ入るぐらいのところですれ違って僕は診察室まで行ってます。それを主張されるんだとしたら、僕が先に行ってるので、先に行ってて見てないので、ほぼほぼ名屋さんだと思ってるんで、ローラーでいいのかなと思ってます。クロム君を見てないってこと？いや、もう完全に僕は貨物室の、右下の金庫に残して、金庫にいるのを確認して、僕が奥で殺されるの嫌だったんで、覚えげ、換気室行って、覚えた後、ラウンジアーカイブシャワールームって回ったので、後ろからついてきてる可能性、まあ、後ろからついてきてるんでしょうけど、並走してなかったと思います。待って、藤宮さんの位置だけ僕アドミン見てました。最終診察1、貨物2、ラウンジ2で宿舎にも2ぐらいついてました。ラウンジ 2? あ、最終ラウンジに行ったら僕とクロムさんですね。はい、で貨物2が僕とプタヤスさんで、名屋テラゾーのローラーでいいと思います。うん、そうですね、まあ、初手の容疑的にも、さんのローラーでいいですね。初手の容疑的にもテラゾーさんがやっぱ金庫でやってるのかなっていう感じがするので、俺とすれ違ったから殺したのかなっていう印象はあります。まあ、俺からでも構いませんが、ボタンを確実に押してください、もっと補填すると、チャゲポヨさんがその 何十秒前って言ってたんですけど、僕とプテラスさんも10秒くらい前に見たときにもうすでに死んでたんで、うん、チャゲポヨさんが言ってるのは本当だと思います。まあ、的に僕じゃないんで。結構絞られたな。うわ、しかも道連れできんな。支援しかできんな。ナイブナイスナイスボテン。まあこれ釣られた方が、釣られた方が盤面もすっきりすると思うんでいいと思うんです。まあ寺蔵さんがやっぱ所定の金庫室から出てきたっていうところで、寺蔵さんが金庫室でレジーさんキルで僕と一緒にミーティング登って死体消しでボタンかなっていうふうに思うんで、はい、大丈夫。なるほど。僕は名屋さんかなと思っちゃったけどな、まあ、まあ、その心は 僕はテラゾーさんと僕とプテアスさんが絶対に白って、これ二郎じゃない限り白で置いてくださいって言った時に、名屋さんからも絶対僕らの白が出るはずなのに、それ言わなかったから怪しいなと思いました。どういうことで僕らエレクトリカル側から走ってきてるのを見えているはずなのに、うん、僕らの白を出せないのがおかしい。だって出すも何もまずその容疑者の話をしなきゃいけない場面で、そんなにまず白を洗うっていう話から入ってました？うん、入ってたと思いますよ。だから普通になんか僕とプレイヤーさんが、まあ、それで疑われるのは仕方ないと思うけど、僕じゃなくて寺蔵さんは確実にあの金庫室プラス、ラウンジっていうキルもやってると思う、僕は思うので、はい、まあ落ちてるっていうふうに僕も思うので大丈夫、僕は釣りを飲みますよっていうことは言ってます。 OK、 まあなんか、はい、でもあれですね、あとどれも同じ人がやってそうですけど、まだ、うん、同じ人が、うん、そうそれいたかった、うん、てかアルマ君視点まず僕が金庫室のキルが無理なんじゃない？金庫室のキル、そうだからなんでみんな同じ人同士で考えてるのかなとは思いました。メイヤさんが黒だった場合って多分1キロメートル2キロメートル別の人だと思いますよ。寺蔵さんが1キロメートル2キロメートル両方やってるなら、うん、あのみんなが言ってることは納得できるんですけど、メイヤさんがインポスターだった時って1キロメートル違う人物だと思いますけど、正しいと思う。あの一緒に登ってるし、寺蔵さんが金庫室に入ってメイヤさん入ってない状態だから、ちなみにだから僕がインポスターだった場合ってほぼじゃあ右側でのキルってことになるよね。寺蔵さんが白の場合、なんかヌーン使って右に行くっていう話がさっきしてたけど、その場合ででは誰がやってるのって話も洗わなきゃいけないんじゃない？アルマ君は。まあそれは、うん、でもなんか投票的にそもそも麺屋さんに票があんま集まってなかった。寺蔵さんがもう寺蔵さんも容疑者になってて、麺屋さんと寺蔵さんでロラしたら1インポスター落ちる状況だから、もうキルの話忘れましょう。まあそのためのロラ。はーい。いやー、夏美先生は殺さなくてよかった。これ頑張るか。あれ欲張って殺せたら、多分ここもロラというか
タンズリで終わってたね。多分隠しろがいるからって話で完全隠しろになるからね。夏目さんが最初アドミン見ててエンジン武器庫メイン、ミーティング貨物1だったと思います。いや ごめんなさいもう一回もう一回エンジン武器庫メイン貨物ミーティングで5人で夏目さんが先に切られてます。だいぶ前エンジン武器庫メインで武器庫は多分プテス、あプテさん、プテさん今そうだコックピットで僕がアドミン入る前にそこら辺うろちょろしてたの見たのでアルマさんが切ったことはないと証明できます。うん、うん、でチャゲポヨ今メインからシャワー入ったあたりでボタンが鳴りました、うん、先端さんコミューサボのところ来てましたよね。そうそうそう今エンジンかな、1キル目これ2キル入ってるんで、うんうん、チャゲポヨさんは2キルできないっす。どれだけ藤宮さんと先端さんの殴り合いだと思ってますかって。まあ今までのキーまあ先端さんも初日はまあ無理みたいなのだから、おそらく多分1キルも2キルも寺戸さんだと思ってて僕は、うんうん、でこの2キルを藤宮さんと先端さんがどうできるかみたいな。僕は貨物脇で貨物アーカイブ車はメインで診察まで行った時に夏目さんが死んでたのでエレキから下回りで展望調べ武器庫コックピット入ったとこですね。目撃情報がないからな。どう反論もしようないな。アルマさんと宿舎前ですれ違ってコミュー向かってチャゲポヨさんと一緒に直したって感じぐらいしかないな。で、奥直って速攻で右側に走ってってるんで。寺蔵さん、この寺蔵さんだと思ってて、でもライ、いや、でもロラしたしな。ラインボックスもないしな。そうですね。ただまあ、アドミン情報で情報いっぱい出してるところから素人拾ってほしいですが。いや、アドミン情報はいくらでも。まあでも、真実であっても、ついつま通るから。まあ、いや、先端であれ。まさか、お前が。あいつはやばい。いや、マジで。寺戸さんじゃない。先端さん、ごめん。いや、申し訳ねえ。ごめんね。あ、寺戸さんじゃないんだ。あ、そう、センターさんでした。あらー、どうしてねえわー。アドミンいたのか。殺しときゃよかったな。夏目先生で金庫室とかで死んでます、もしかして。いや、貨物です。貨物じゃないか。貨物大道地です。すごい。いや、ナイスキルだったのにな。ごめんなさい。いや、申し訳ない。遅くされちゃった。え、LAGさんのキルってとゆっくり行けばよかったかな。僕はリアクター直した後に、金庫室で、ダウンロードとかして、宿舎前に戻ったところで先端さんに切られて、その後、1、2秒でボタンです。あ、じゃあ、生きてたんだ、あの時は。はい、あの、わざわざ左抜けたんですよね。ちょっと、シャゲポヨさんとの見てもらえなかったので、あの見てもらえなかったので。一回コミュニケーション側にいたってことかな。あ、いや、あの、あ、違う。金庫にいた。金庫室です。その左にいただけです。ああ、僕がじゃあ生きてるエレジーさんの横で宝石洗ってったってことか。あ、そうだろうね。多分時系列的には。そういうことか。で、寺蔵さんが出てった後ろエレジーさんが出てって、その時、うん、先端さんが合流して先端さん切った。ダウンロードを服着せるやつの後、宿舎前で死亡なんで。ああ、なるほどね。なるほど、ね。はしご2人上がるのを見送った後左行ってサクッとやってボタン押されるなと思って。
多分ボタン読みしかなかったのは奥にいたからか。そうっすね。いい感じにないかも。いやー、申し訳ない。反応したかも。いやー、ナイスでした。アドミン見てたのか。藤橋さんが最後尾だと思ってた。うん、なんか武器庫側からスッて入ってったんだっけ今藤山さん。はいはい。だよね。そうですね。だから結構先端がギリギリ見えないところで入っていってるね。1キル目わからんな。そのキルの仕方は結構良かったと思ったけど。うん、いやナイスキルでしたよ、めちゃくちゃ。だから僕はあの寺蔵さん塗るためにクロム君あそこで切ってますから、ね、か結構人が、うん、あの詰まってたんで、うん、ちょっとすぐ見つかっちゃったからでしたけど、申し訳なかった。金庫で死んでるとかならまだ追いましたけど、金庫で生きてたんですね、ダウンロードして、うん、で、うん、宿舎前に移動して切るか、うん、ナイスキルでしたね。それは分かんないですね。あ、素晴らしいキルです。いやごめんね、ナイス。いや申し訳ない、最後我慢した方がいいかな、キル。いやでも、うん、あれでハマればね、めっちゃうまかったし、うん、アドミン情報がなければ、うん、割と分かんなかったですね。アドミン情報なかったらガチ運ゲーですよ、うん、はい、うん、なんか、あそこアドミン見てた藤宮さんがすごかったね、あれは。アドミン見てましたって言い張ってもよかったな。あー、なかなかね、先出ししないと結構きつかったりするからね、うん。